アイランドクラブでですね、思いっきり海遊びを堪能した後は、近くにあります、こちら、シーサイドドライブに行きました。有名なね、沖縄のドライブインということで、数あるね、YouTube チャンネルでもね、紹介されると思いますけど、ちょっと来てみました。じゃあ、行ってみましょう。ここでね、昼食をいただきたいと思います。こちらね、スープがね、有名ということで、飲んでみましょう。ドロッとしてんな、結構。ちょっ、美味しい。飲んでみて。うん。で、感想ないね。なんでやねん。あれです。美味しい。美味しいな。うん、濃い。ドロッとしてる。僕にも飲ませて。クラムチャウダー、うん、これがね、有名なね、フライライス、ね、チャーハンみたいな感じなのかな、チャーハンやな、フライライス。これ何、牛肉かな、お肉入ってるね。なんでフライライスなの、命名は。あ、フライライス、これ小学生やな。うわ、うまっ。マスタードとってこれめっちゃうまいんだよ、これ。これがステーキサンド、ハルくんのがホットドッグ、パパのやりあって、うん、で、タクちゃんはお子様ランチで、ハムサンドやね。いや、これめっちゃ美味しいねんけど、びっくりした。めちゃくちゃ美味しいよ、これ。うん、うん、スタートかけすぎちゃうな。いいの。タクちゃんも何食べてる？ステーキサンドなんですけど、これはタレをかけるのかな。一応この A1 ソースがねついてきてます。はい、うまっ、うん、もくもくと食べた。ごちそうさまでした。食べました。ごちそうさまでした。美味しかったです。じゃあ出まして、次の目的地へ向かいましょうか。次はね、名護のね、パイナップルパークへ行こうと思います。ゴジラ、俺だよ、ゴジラ。すごいね、これ。
ことがたくさんあるよ。聞いてほしいな些細なことも、愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるからさ。一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、見つかないと潤わないだろう。気分に変えるくらいに、ひとときも離れず寄り添いたいけど、それはただ僕のエゴイズム。せめてこの歌が君のそばで心地よく響き渡るといい。あれか、一応右のやつか、うん、じゃあやって、はい。お写真撮ります。3、2、1。はい、ありがとう。はい、じゃあハンドル持って運転してください、うん、はい、はい、ハンドル持ってよ。パパさん、後ろ見てくれてよ。あ、はい、見てくれてよ。いいや、これで、これでいいですわ。はい、こんにちは。はい、行ってきます。パイナップル、そしてその仲間たち、また沖縄県お父ちゃん、運転うまいやんけ。ご案内いたします。その前に、僕からお願いがあるか。このお願いします。あ、大きな蝶々がいる。少し寄り道していこう。パイナップルのバタフライガーデン。